皆さん、おはようございます。上野隆子のハイク TV、今朝の一句をお届けいたします。今日は8月の23日、のアけアとという感じでね、ちょっとね、爽やかというよりもまだ蒸し暑いようですね。まあなかなかね、残暑が厳しくて、えー、秋にはね、ならないようですが、えー、今日も今朝の 一句では松尾芭蕉の俳句をご紹介していきたいと思います。芭蕉は生涯に千句余りの句を残したと言われておりますけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは、芭蕉215番目の句です。山は 猫、眠、ね、りていくや雪のひま。山は猫、眠、ね、りていくや雪のひま。 1684年から1685年の間、場所41歳から42歳までの間の句となっております。それでは中身を見てみましょう、えー。まず解説からですね。解説してみますね。 山は猫山というようにその山肌をなめているのか雪がまだらに消え残っている。とこのように場所は読んでいるのではないかなと思います。それではさらに細かく見てみましょう。えー と、まず5、五七五の俳句、十七文字、十七音のリズムからなんですが、や、ま、わ、ね、ご、と、まず、五文字で始まっております。そして、次が、ね、ぶ、り、て、い、く、や、と、中七も、七文字にちゃんと収まっておりますね。そして下語、下五。 ゆ、き、の、ひ、ま、ということで、5文字。今日の子は、ちょうど5、五七五十17文字、17音に、きっちりと収まっている句ということになります。ですから、今日の子は、リズムは整っておりますね。えー、そしてですね、さらに中身なんですけれど、まあ、記号は、 最後に来ます、雪の暇という、この雪が季語で冬の句となりますで。まあ、雪の暇というのは、雪間というような言葉があるんですけれども、雪の暇、雪の間ということで、雪間、春になっても雪が消え残って、地肌を 見せているところ、雪の隙間というような、雪と雪の間のことを、えー、雪間というんですねで。雪の暇っていうのは、雪がちょっと暇な場所っていうことなので、雪がパーっと忙しく降り積もったのではないところっていうことなので、 このゆきまという言葉が当てはまるのではないかなというふうに思います。そして前書きに、えー、これはね短い前書きで「猫山」と記してあるんですね。ですから普通こういう短い前書きで「なんとか山」とか「なんとか川」ってついてる場合はその「山」のことを読んでいる場合が多いわけなんですね。 ですから、これは猫山という短い前書きがついているので、この猫山のことを読んでいるということなんですね。で、山は猫と言っているので、山は猫のようだと言っているんですね。ですから、まあ、いわゆる猫が、こうね、集まって、どこかに猫のね、こう、神様みたいな、なんかそういう言われ がある、その猫がね、みんなこう死ぬ時にはそこの山に集まるんじゃないかみたいな、なんかそういう言われのある猫山というようなことは書いてないんですね。この17文字からは読み取れないし、そういう昔から言われのある猫山の物語を読んでいるようにも、この17文字の中からは読み取れないので、その、そういう場合は、うん、山は猫。 とと言っていいるるのでこの形のでででここ形を読んでいる場合が多いですよね山をこう遠くから見た場合にこう猫がこう丸まって寝ているような形とかもしくは猫がこうあくびかなんかして背伸びをしているヒューっと曲がった形とかねちょっと猫でもないとこう出せない柔らかなこういうなだらかなこう柔らかみのある山です っていうイメージがあると思うんですこうガツガツした岩ではないという丸,丸みのある山の形をしているのかなっていうのがイメージとしてはきますよね山は猫というのでそして中七が今度はねぶりていくやとなっているんですねですからこのねぶりてというのがねぶる という言葉があるんですけど、まあ、辞書などでひた調べたところ、ね、ぶりてというのはねぶるという言葉であろうということで、ね、ぶるというのは、えー、しゃぶるとか舐めるとか、そういうことをこう言い表すらしいんですね。しゃぶるとか舐めるっていうことをねぶるというふうに言っていたらしいんです。ね、ぶりて とといううことは猫がなめるよペロッとなめるようなそんなような形をし猫のような形をして猫がペロッとなめてるように雪がこう降っているんだけど真っ白ではなくってそこを猫がこうペロペロなめたようにまだらに降っているということなんですね。 ですから、こう、日が当たったりかけたり、当たったりかけたりするっていうことなんですかね。こう、猫は滑らかにこう、くねりますので、ちょっとしたそういうくねりの間で、日陰ができたり、日なたができたりして、雪が残ったり溶けたり、残ったり溶けたりしているところが、なんかこう、普通のガクガクした岩肌ではなくて、 で、えー、滑らかで猫が雪をこう舐めたように、滑らかに、なんかこう雪が慣れ、ぺたーっとこう雪がこう降ってるところと、ぺたーっとこう舐めたような、猫が下でね、こう舐めたように雪が溶けてる場所があると。そんなようなことを場所は、これは猫山というんですね。 まさしくなるほど猫のように見える山ですね。雪の残り方もなんかこう猫がなめたようにして雪が残っていますという雪と雪の間のその何て言うかなまあ雪が普通にこうなごり雪的に残っているというのではなくてなめたようにして こう残っているだから雪が降ったところをまるで後から猫が舐めたようですねっていうそういうことを風景を場所は猫山の様子を読んでいるのではないかなと思います、えー、そしてこの国ねちょっと難しいのがその年代なんですね、えー、この子は ま、その年間という、えー、部類に、えー、私が調べたところでは、こう入っておりまして、何年の、何歳の作っていうのがきっちりわからないらしいんですね。そこで1684年から1685年ですから、まあ、この間たった1年間しかないんですけどね。このたった1年間の間の区であろうと思われるんだが、しかし、そこで発 はっきりとしたそのうちの例えば春とかね夏とかねはっきりした決め手のその何,何年の何月で何歳だったっていう、えー、決め手になる資料がない区のようなんですそしてここでは何歳だったかはっきりしないけどまあ場所が40歳ちょっと超えたくらい1歳か2歳の頃の句というふうに書き記されているんですね で、まあ季語はこの、えー、書き方だともしかしたら春先かもしれませんよね。雪はあるけどペローっと舐めたようにもう溶けているところもあるんですからだけど雪山っていうことではなくて猫山っていうふうに残っていてどこどこの猫山とかこの 猫山に対するそのなんだろう細かい資料というのがはっきりないんですね。どこど、何々家今でいう岐阜の何山を読んだとかね、どこからどこへの間に見える猫山であるとか、そういうのがは,はっきりしないので、ただ猫山っていうことになっている。だから猫山のようにこう 滑らかな猫のような山なんだろうな。って人が見て猫をイメージするような山なんだろうな。そして雪が残っている季節なんだろうなと。まあ、降り始めの可能性もあるわけですからね。舐めたように見えるけど、それが果たしてまだ降り始めで、日の当たるところと当たらないところの微妙な違いを朝ね、場所が 読んだのかもしれない起きてみたら雪山がちょっと猫がペロッとなめたみたいになっていて面白いなと思ったかもしれないしまた春先で、えー、だんだん雪が溶けてきてそこはまるで舐めたようだと読んだかもしれないだから、えー、この普通雪といったら冬ですからね冬なんだけどそこをはっきりわからない。 雪が溶け始めている。だから、これは、名残雪と取ることもできるんですね。だから、雪って雪だけを季語として捉えると、冬なんですけどね。雪が残っていると捉えると、春になるわけですよね。ですから、これは、難しいところで、えー、まあ、ん春先。 と取る方がいいのではないかという、その、まあ、ちょっとはっきりしない句なんですね。ということで、雪の暇を雪間と捉えて、その雪の名残雪ということで、えー、春というふうに一応解釈した方がいいのではないかと、えー、いろんなね、その年号とか、 年とか、そういった部分が定かではないので、単純には雪ってあるので、冬なんですけれど、ここのうやむやなところ、そして、猫の暇というのは、どうしても、あ、雪ですね、すいません、雪の暇というのは、どうしても雪が残っている雪の間、雪まであろうというふうに、そんなふうに、 えー、解釈ででできるのではなないかなと思うんですねそうなると春先であろうというふうに読む方が妥当かなと思います。ちょっとね今日の句はその辺がちょっと難しい、えー、はっきりとした資料が残っていない、えー、1684年から、えー、1年間の間いつ読んだかっていうのがちょっと 定かではななないいううやむやむ一句ということこになります今日からですね少しそんな句が何句かあるんですが、えー、これは次の年のねこれまで読んできました1884年の句から次の年間が来るまで、えー、1685年の、ねえー、年が来るまでそこまでのちょっとこう1年間の間の えー、この、まあ、年間ですよね、えー、の句がちょっといくつか、えー、出てきております、えー、そういうちょっとうやむやな部分のある難しい句なんですけれどもねやはり一応ご紹介したいなと思います、えー、それでは今日の一句「松尾芭蕉215番目の句」を最後にもう一度ご紹介いたします 山は猫眠りていくや雪のひま山は猫眠りていくや雪のひま1684年から1685年までの 場所41歳から2歳までの間の区と思われるものです。それでは今日はこの辺で。バイバーイさよなら